直撃の相馬ドラマ CD、 東月学園的日常とそれぞれの事情。慣れない二人の車中。私の名前はナキリエリナ。東月リゾートで行われた合宿の帰り道、訳あって帰りのバスに乗り損ねてしまい、とある生徒と同じ車の後部座席に並んで学園に向かっている。よりによってあの雪平相馬と。いやー、暇だな。漫画でも買ってくればよかったな。なきり、東月リゾートってジャンプとか売ってたのかな。知りません、私に聞かないで。次のサービスエリアで休憩します。漫画ならそこで買えますよ。あ、なるほど、どうす。まったく、一刻も早くこの男と離れたいのに。まあいいわ、少し外の空気も吸いたいところだったし、休憩の後はずっと寝たふりをして一言も会話をせずに学園まで戻りましょう。それしかないわ。着きました。私は休養してきますので。何かしら今の音は。あれ、どうしたんすか。それがすみません、パンクのようです。それもなぜか4つのタイヤ全部同時に。申し訳ありません。おかしいな、今朝もメンテナンスしたばかりなのに。いや、こりゃ災難っすね。運転手さん、役年とかじゃないですか。いや、後役は何年も前に終わったんですけど。やっぱりこの男と関わるといつもろくなことが起きない。私にとって疫病神そのものよ。このパンクだってある意味彼のせいに違いないわ。あの、私はロードサービスに修理を頼みますので、サービスエリアのどこかで休憩していただけますか。後ほどお迎えに参りますから。ああ、了解っす。行こうぜ、ナキリ。持ってくのは財布と携帯と。ちょっと、勝手に決めないで。私は行くなんて一言も。え？じゃあ、一人で車で待っててもいいけどさ。暇じゃねえか？それに俺、小腹も空いてきちまったよ。確かに。ひさこと一緒に食べようと思っていたお茶菓子や飲み物はバスの中だし、それにそのお手洗いにも行きたくなってきたし。じゃあ運転手さん、また後で。待ちなさいよ。あ、なんだ、どうかしたか。あ、その行かないとも言ってないじゃない。私も行くわよ。ああ、そう。別にわざわざ呼び止めずに勝手についてくりゃいいのに。うるさいわね。そして私は彼から5メートルほど離れながらサービスエリアの建物へと向かった。思えば知らない場所を男の子と二人で歩くのは初めてかもしれない。いやー、結構でかいサービスエリアだな。しかも結構綺麗じゃん。まあ確かに思ったよりも悪くない場所ね。な、トイレも綺麗だったろ。無神経な。よし、じゃあ早速なんか食べるか。おごってやるよ。君にそんな借りを作る理由はないわ。それぐらい自分で。あれ、財布は？乗り損ねたバスの中じゃねえの。確かポケットにあれがあったわ。このカード
ード使えるでしょ。自分の分はこれで支払いますから。ああ、なんだよこの真っ黒なカード。カラオケ屋のカードかなんかか。わからないわ。いつもヒサコがこれを使って買い物をしたりしてて、ヒサコはブラックカードとか呼んでたけれど。ブラックっていう名前のカラオケ屋か、聞いたことねえな。ああ、とにかくな、こんなもん使えねえよ。買い物するにはこういうんじゃなくてクレジットカードってのがいるんだ。だからしまっとけよカラオケのカードは。なきりってやっぱお嬢様だから結構世間知らずなんだな。うるさいわね。庶民の暮らしについて勝手がわからないだけです。バカにしないで。まあ今日のところは俺が払うからさ、好きなもん食えよ。君に借りを作るくらいなら食べたくないわ。あの車、ナキリがホテルの人に頼んでくれたんだろ。だったら乗っけてもらってる時点でお前に借りがあるしな。こんくらい気にすんなって。何よ、意外とまともな一面もあるのね。そういうことならお言葉に甘えてあげてもいいわ。よし、そんじゃ気軽に腹ごしらえできそうな。あの辺にすっか。ちょっと待ってろ。ほら買ってきたぞ。何よこれ。何ってたこ焼きだよ。それは分かってるわよ。何を考えてるのかしら。焼いてから十数分は経ってるから生地がベトつき始めてる。だしも顆粒タイプを使ってるじゃない。これでは風味が生きないのは当然よ。でもな、サービスエリアとか屋台じゃこれが普通だろ。高級レストランじゃねえんだしさ。とにかく私はこんなの食べないわよ。他のものでなければ嫌。いい、なんつうわがままだよ。あ、そんじゃおい、サンドイッチならどうだ。パンの角が全然立ってないわ。しっかり研いでない包丁でカットされた証拠よ。あ、それならほら、焼きたての焼き鳥。こんな得体の知れない肉口にできるわけないでしょ。アメリカンドッグ。出来合いを長時間保温庫に入れてるから機械の匂いが移ってる。そもそも何がアメリカンなのよ。ソフトクリーム。見た目から水っぽいし牛乳の質も何もかも論外だわ。スナック菓子とか言語道断よ。粗悪なトランスファットを食べさせる気。本当お前わがままだよな。そういうところよくねえと思うけど。もういいわよ。もう結構。これ以上私に構わないで。おい、ナキリ、どこ行くんだ。って、つうか、これ全部俺が食うわけ。もう信じられない。あんな劣悪な食べ物しかないなんて。なんでこんなに寒いのよ。そもそもどうしてこのナキリエリナが吹きさらしのベンチに一人で座っているのかしら。考えてみればこんな風に知らないところで一人きりでいることなんて今までなかったかもしれないわね。物心ついた時から周りにはいつも使用人がいて、幼い頃はなんだかんだでアリスとよく一緒に過ごしていたし、その後はヒサコがそばについてくれた。お腹すいたな。忘れていたわ、空腹がこんなに人を心細くさせるってこと。なんだなキリ、こんなとこにいたのかよ。ゆ、ゆきひらくん。ほら
食えよ、これ。それ、またたこ焼き？ああ、けどさっきのやつとは違うぜ。店の茶に無理って頼んで厨房に入らせてもらってさ、出汁もちゃんと引いて作ったからよ。どうしてわざわざそんなこと。どうしてって、腹減ってるだろうからさ。ほら、いつもの私だったらいらないと突っぱねていただろう。けれどどういうわけか、私は彼の差し出すたこ焼きの容器を両手で受け取っていた。あったかい。そりゃ焼きたてだからな。食材の産地にこだわっているとは思えないし、マヨネーズも自家製でないのが見え見え。紅生姜も添加物まみれに決まってる。でも生地の表面はカリッと香ばしく焼き上げられて、いい香りを漂わせている。鰹節は削りたてとはほど遠いけど、立ち上る湯気で踊ってる。暑いから気をつけろよ。どうだ？どうもこうもないわよ。粗悪品で作られた何の変哲もない三流品だわ。やっぱな、お気に召さねえとは思ったぜ。でも編入試験の時のふりかけご飯よりは少しはマシね。え？しまった、思わずこの男を認めるような発言を。違うの、今のは。エリナ様！ヒサコ！雪平相馬！エリナ様から離れろ！エリナ様、よかった、ご無事で。車がパンクして、しかもこんな男が一緒だと聞いて、私はもう心配で心配で胃が擦り切れんばかりでした、エリナ様！ちょっと、私は大丈夫だから落ち着きなさい。すげえ、今4回もエリナ様って言ったぞ。お？エリナ様？お持ちになっているそれは。ああ、たこ焼きだよ。お前も食うか。雪平相馬、貴様、神の下の持ち主にそんな低俗なものを。ま、待てって、ナキリのやつが腹減ってそうだったから何か口に入れた方がいいって思っただけで。問答無用。エリナ様の味覚に何かあったら日本料理界の損失なのだぞ。どうしてくれる、雪平相馬。いや、どうしてくれるとか言われてもな。いや、お待たせしました。修理も終わってガソリンも満タンです。いつでも出発できますよ。あ、あんじゃあナキリ、俺は逃げる。こら待て、雪平相馬。ヒサコったら。やがて私とヒサコは、ヒサコの乗ってきたタクシーで東月学園を目指してサービスエリアを後にした。まったく、あの雪平相馬という男は本当に油断も隙もないですね。まあそうね。それにしても大変でしたね、エリナ様。お腹がお好きでしたら、どこか信頼できるレストランで昼食を。いえ、大丈夫。それほどではないから気にしないで。そうですか。そうよ、きっと極度にお腹が減っていたせい。ヒサコが雪平相馬を追いかけているあの間に、あんな三流品のたこ焼き6個全部食べてしまったなんて、今日限りのただの気の迷いに決まってるんだから。当月の料理の授業にて。授業開始まであと5分。
私は今学園内の調理室で授業が始まるのを待っています。他にも40人ほどの生徒が集まっていて、今日は3人1組で調理を。すみません、申し遅れました。私の名前は田所めぐみです。ごめんなさい。地獄の合宿が終わって数日が過ぎました。私はまだ東月学園で勉強を続けられています。今日の授業でも少しでも高い評価をもらえるように頑張ります。落ち着いて落ち着いて。そうだ、深呼吸しよう。あれ、兄ちゃん、あの人。おや、君と同じ班か、田所めぐみさん。え、振り返ると金色の髪と青い瞳の匠アルディーニ君、そして少しウェーブがかかった髪でぽっちゃり体型のイサミアルディーニ君、二人が私の方に歩いてくるところでした。アルディーニ君たち、私二人と一緒の班なの？そうだよ、さっき引いた班分けのくじ、ほら同じ番号だろ。本当だ。よろしく、いい授業にしようね。あ、それと僕ら兄弟が揃ってる時はファーストネームで呼んでくれるとありがたいな。たくみくんやいさみくんと初めて話したのは合宿での一番最初の課題でした。その時は相馬くんの足をじっくり踏みつけながら勝負を挑んできたものだからびっくりしちゃいましたけど、でも二人の料理を見ればその自信も納得です。双子ならではのコンビネーションで調理をこなすものすごい料理人なんです。よかった、二人と同じ班なんてすごく頼もしいよ。今日の先生は厳しい人みたいだけど、リラックスしていこうよ。そうだね、今日は大丈夫そう。シャペル先生の授業で相馬くんとペアになった時は緊張で倒れそうだったけど。雪平と、あの時は調理中に大ピンチになってね。でも相馬くんのとっさの機転のおかげで最高の A 評価をもらうことができたの。私一人だったらきっとダメだったよ。よく考えるとピンチになったのは相馬くんの言動が原因だったような気もするけど、でも一人では絶対に A 評価なんて取れなかった。あの日から私は少しずつ前に進めるようになった気がします。あれ、どうかした？たくみくん。あ、これはスイッチ入っちゃったかも。スイッチ？いいだろう、面白くなってきたぞ。雪平とのコンビで A を取ったのなら、この俺たちとのトリオでも同じだけの評価を取らなければ奴に遅れを取ったことになる。いいか田所さん、それに勇、この授業は必ずA 評価を取ろうじゃないか。ええ、あっちゃ、これで A 取れなかったら兄ちゃん三日三晩は落ち込むだろうな。なんだかプレッシャーです。見て、あの田所めぐみとかいう女、たくみくんと同じ判断なんて羨ましい。しかも仲良さそうにおしゃべりまで。落ちこぼれのくせに生意気よ。ほんと、たくみくんの足を引っ張ったりしたらただじゃ置かないわ。なぜか隣の調理台からもプレッシャーが。先生、本日の講師楠
靴はだ。この授業では和牛ロースのグリル3つの味付けでを作ってもらう。レシピはホワイトボードに掲示してあるから各自よく読むように。和牛ロースのグリル、肉の火入れに神経を使う難易度の高いメニューです。しかも味付けの柚子味噌とマスタードソースとポルトソース、これらも時間内に手作りしなければなりません。少しでも段取りが悪ければ味が落ちて、A 評価などとても望めないものになってしまいます。あ、どうしよう、緊張してきちゃった。いくつものプレッシャーを同時に感じて気絶しそうです。あ、そうだ、こんな時こそ人の字を飲み込んで、ささ、イサミ、田所さんは何をしているんだろう。東洋ならではの呪術か何かだろうか。なんだろうね、兄ちゃん、日本の神秘を感じるよね。では調理開始。よし、やるぞ。うん。まずは野菜の下処理。落ち着いて集中して。やだ、何あのぎこちない動き。すっごく呪いよね。あれで本当に合宿乗り切ったのかしら。ズルでもしたんじゃないの。どうしよう、お隣からの視線が気になって集中できない。うん。やあ、お隣の調理台のみんな、今日はお互いいい授業にしよう。とくみくん。ところで、さっきから視線を感じるんだ。君たちに見つめられると俺の心臓が高鳴り、手元が狂ってしまうかもしれない。だからお願いだ、あまり見ないでおいてくれるかな。ありがとう。ああ、それから後で君たちの作った品を味わってみたいな。構わないだろうか。私たち頑張って作るね。すごい、女の子たちの目がハートマークになって、脇目も振らず調理し始めた。これがイタリア男の真骨頂。いやー、相変わらず人気者だな、兄ちゃんは。ファンクラブに入会してる子たちだったら統率が取れてるから、あんな風に周りに迷惑かけたりしないんだけどね。ファンクラブなんてあるんだ、それもすごい。兄ちゃんは昔からモテモテだからね。僕もイタリア男なのにちっともモテなかったんだよ。そうなの。そうだよ。おっと、あっちの鍋を見に行かなきゃ。お、どうかしたかい、田所さん。たくみくんが女子に人気があるのはすごくよくわかるの。でも、いさみくんもすごく頼りになるし、落ち着いてるし、きっといさみくんのことが気になってる女子もたくさんいるんじゃないかな。何、たくみくん。田所さん、どうやら君は人を見る確かな目を持っているようだね。そうかな。で、田所さん、もう火を止めないと。ごめんなさい。君が私を睨んでる気がする。怒ってるのかな。二人の邪魔をしないようにしなくちゃ。だけどその後も私は二人の足を引っ張り続けました。
その度に匠くんと勇くんがフォローしてくれたからまだ大惨事にはなってないけど。よし、ゆずみさはバッチリだ。勇、マスタードソースは？あと30秒ってとこかな。了解。匠くんと勇くんはキビキビとした動きで的確に手順をこなしていきます。それを見ながら私は相馬くんを思い出していました。3人ともいつでも堂々としていて、困難な状況でも決して揺らがない。痛感します。プロとしてしっかりやっていけるのはこういう人たちなんだろうなって。あれ、田所さん、紫人参とズッキーニのグラセはまだ？今からやります。ごめんなさい。余計なこと考えてちゃダメだ。今は調理に集中するんだ。ここに置いてた新しい小鍋はどこに？私が使っちゃった。ごめんなさい。すぐ洗うね。集中しなきゃ。匠くん、まだ私を睨んでるみたい。やっぱり怒ってるんだ。私なんかが同じ班になったばっかりに。田所さん。はい。この料理の要、仕上げの肉の火入れを君に任せたい。ロース肉の中心部に55度まで熱が入ったら、一度休ませてから直火で炙っていく。肉汁のジューシーさを引き出すためのかなり注意力が必要な工程だ。そんなそこで失敗したらっていいどころかいい評価もありえるよ。私なんかより匠くんか勇くんに。君はあの合宿を乗り越えたんだ。乾シェフの課題でもしっかりと雪平のサポートをこなしてみせたじゃないか。でも自信を持つことだ。俺はあいつを、雪平を一人の料理人として認めている。ならばあいつが認めた君もまた信用に足る実力を持っているということさ。違うかい？僕も兄ちゃんの言う通りだと思うな。田所さんは作業がすごく丁寧で細やかだからね。きっとできるよ。その通り。今君に必要なのは自信だけだ、田所さん。わかった。私やります。オーブンの中の肉に温度計を差し込む。53度、54度、55度、今だ。肉をオーブンから出して保温庫へ入れる。これで中の肉汁を一度落ち着かせながら、その間にグラッセの煮汁がなくなるまで小鍋で加熱。焦げやすいから気をつけなきゃ。よし、網に肉を乗せて直火。焦げ目がカリッとなるまで炙って表面の香ばしさを一気に引き立てる。田所さん、はい、包丁。うん。しっかり焼き上がった牛ロースを2センチ厚にカット。切り口を確認。たっぷりとした肉汁がしっかり閉じ込められて、濃い赤からピンクへとつながる綺麗なグラデーションになってる。皿の上に丁寧に並べて。よし、グラッセの煮汁も完璧に煮詰まったぞ。はい。ズッキーニと紫人参の甘みを生かしたグラッセを放射状に置いていく。3種類のソースを等間隔にトッピング。皿に跳ねた肉汁をペーパーで拭き取る。できた。よろしい。
この班は C 評価とする。よかった。なんとかギリギリ合格ね。あ、見て、次は匠くんたちの班よ。では次の班、提出を。さあ、田所さん。あ、はい。お願いします。肉の断面の色、付け合わせやソースのあしらい、見た目は全く問題ない。さて、味は。この班の皿は。素晴らしい出来栄えだ。A 評価とする。グラッツ。すごい、さすがは匠くんだわ。でも最後の仕上げ、あの田所って子がやってたわよ。え、そうなの？あの子も案外やるのね。さ、田所さん、両手を広げて出して。こうそう。じゃあ、イサミも。うん。匠くんとイサミくんは自分の手を広げると、私の両手を軽く叩きました。合宿の初日、相馬くんとハイタッチしたことを思い出します。飛び跳ねたいくらい、ものすごく嬉しい気持ちです。言っただろ、田所さんはやればできるんだ。そうだね、近いうち一人でも A を取っちゃうかもよ。そうかな。そうさ、それどころかこの調子でいけば秋の選抜にエントリーだってされるかもしれない。それはさすがに無理だよ。その時の私は、アルディーニ君たちの言葉が本当のことになるなんて夢にも思っていません。私はまだ自分の小さな庭にうずくまっている。そこから羽ばたく日は静かに近づいているのでした。憎みと相馬、夜会へ行く。私の名前は水戸郁美。訳あって今はドンケン球界、通称ドンケンに所属している。事の始まりは、私宛に届いた一通の招待状だった。はぁ、ったくなんだよ、独り身にこんなものよこしやがって。あ、何読んでんだ肉み、手紙か。うわぁ、ここにしてめ、後ろから盗み見てんじゃねえよ。お前、もう少しおしとやかな言葉遣いようだな。うっせえ、盗み見しといて偉そうなこと言うな。ああ、悪かった、悪かったって。ほら、読みたきゃ読めよ。おお、サンキュー。なになに、舞踏会のお誘い。この度はうんたらかんたらで、つきましては水戸グループのご令嬢であらせられる郁美お嬢様をご招待させていただ…なんだ、すげえ仰々しいな。食品流通の企業関係者が軒並み集まる豪勢なパーティーなんだよ。そのフィナーレにダンスの時間が設けられてるんだ。なるほど、それで舞踏会か。ま、お前こう見えていいとこの娘だったもんな。んだよ、こう見えてって。まあ、何にしても断りの手紙を書くつもりだ。参加するのはほとんどが団体か夫婦連れ、一人で参加しても楽しかねえもん。せっかくのお誘いなのにか。でもまあ、そうだよな、憎みに舞踏会なんて似合わねえもんな。ガサツで柄が悪くてヤンキー同然だし。ごめんなさい、ごめんなさい、肉切りナイフはしまって、リーゼントだけは切らないで。一言多いんだよ、あんたは。私だってな、ちゃんと女らしいところもあんだぞ。
ナイフ振り回しながら言っても説得力ねえけどな。だとゆきゆきひら、お前いつからそこに。いや、たった今遊びに来たところでさ。なんだよ、ゆきひらまで私のこと茶化しやがって。よいしょ。ってお前なんで私の隣座るんだよ。あ、ダメか。いや全然ダメじゃねえけど、意味なく姿勢が良くなっちまう。なんだよこれは。そうだ、肉み、いいこと思いついたぞ。なんだよ。雪平を連れて行ったらいいじゃないか、例の舞踏会。え、何の話。ってわけだ雪平、肉みのやつが一緒に行く相手がいなくて寂しそうにしてるからよ。そいつはなんだかかわいそうっすね。だから私は行くつもりないっての。あれ、だったら俺じゃなくて小西さんでもいいんじゃ。バッカ野郎、俺は男の中の男を目指してんだ。舞踏会なんてチャラついたもんに出られるかよ。あー、そういうもんすか。なんだよ雪平、全然動じてねえじゃんか。私だけ大慌てしてバカみたいだ。とにかく舞踏会はキャンセルだ。雪平も嫌だよな、そんなの行きたくねえだろ。そうだな、ダンスとかあんまり興味ねえしな。そうだよな。あれ、今なんで私がっかりしたんだ。でもよ、そんだけ豪華なパーティーなんだ、きっと珍しい料理もたくさん出るだろうし、いい経験に。ほうほう、露骨に目を輝かせんじゃねえよ。いや、この学園に入ったからにはやっぱいろいろな料理を味わってみたいしな。一転して乗り気になりやがった。すがすがしいほど分かりやすいやつだな。けど雪平と二人で舞踏会に出るってことは、私に女の子っぽいところがあるってガツンと見せつけるチャンスかもしれねえぞ。まあ雪平がどうしても行きたいって言うなら連れて行ってやってもいいけど。あ、じゃあよろしく頼むぜ肉み。よしなら気合い入れて準備すっか。着てくのはどのドレスがいいかな。あ、そうだ雪平、当日はお前もちゃんと清掃で来いよ。清掃？盛んに装うって書く方な。華やかに着飾って来いってことだよ。会場は格式高い場所なんだ、それなりの格好してなきゃ浮いちまうし、そもそも門前払いを食らうからな。わかった。嫌な予感。なんだよそのままその棒読みは。ユギラ、ちなみにどんな格好で来るつもりだ。制服じゃダメかな。普段通りじゃねえか。ダメに決まってんだろ、間違いなく浮きっぱなしだっつーの。マジでか。でも俺スーツとか一着も持ってねえしな。それもそうだよな、普通高校生がスーツやタキシードを着る機会なんてないし。わかった、こうなったら私があんたをコーディネートしてやる。育美お嬢様、ご用命の品お持ちしました。よし、ご苦労。すんげえ、物質がタキシードで埋まっちまったぞ。なんでこんなたくさん種類が。サイズ合わせるだけじゃダメなの。バカ野郎、こういうのは細かい部分の着こなしで品格に差が出るんだよ。どれが似合うかいろいろ試してみなくちゃならねえんだ。マジか、ちょっと大げさなんじゃ。この私をエスコートするんだぞ、みっともねえ学校で来られちゃミトグループのメンツに関わるからな。ほら、片っ端から試着しやがれ。わかったよ。よし、服装はだいたいこれでいいだろう。次は立食パーティーのマナーを叩き込むぞ。そんなのもあるのかよ。当たり前だ。いいか、立食形式では皿に料理を取りすぎるのはマナー違反だ。多くても3種類くらい、料理
量も少しずつ持ってくる。もっとがっつりいろいろ食べ比べたいけどな。こう、さらに山盛りでよ。ああ、ケチケチしなくてもいいだろうよ。ざけんな、がっついてるみたいでみっともないだろ。数口で食べ終わる量にすること、いいな。マナーもだいたい頭に入れたな。最後にダンスを覚えてもらうぞ。舞踏会なんだからな。ダンスとか運動会のフォークダンス以来だよ。できっかな。でもよ、2組こそちゃんと踊れんのか。普段はヤンキーだもんな。当然だろ。ほら見てろよ。右手は伸ばして、左手は肘を軽く曲げて。私は小さい頃から仕込まれた社交ダンスを雪平と小西の前で披露してみせる。アン・ドゥ・トロハ、アン・ドゥ・トロハ。リズムに乗ってワルツの基本ステップを踊る。ナチュラルターン、アウトサイドチェンジ、スピンターン、リバース、チェックバック。最後にキュッと足を揃えてドレスの裾をつまむ真似をしてお辞儀で締めた。うおー、すげーぞ2組、テレビとか映画みたいだったぜ。いやびっくりしたわ。うまいもんだな。おい大したことねえよ。このくらいは当然のたしなみだからな。じゃあ次は男女ペアになって練習する。男女ペア、雪平よ、手を取り合って顔を近づけて踊る。あ、どうした2組、なんか顔は赤いけど。ちょっと待ってろ。おい2組。図書館から社交ダンスの教則本とか入門書とか借りてきたから、これ読んで練習しとけ。分かったか。でもほら、実際に2組に教えてもらった方が。ああ、確実じゃないか。うっせえ、つべこべ言わず当日までに覚えてこい。私は帰る。じゃあな。ダメだ、小西も見てる前で雪平と踊るなんて恥ずかしくて無理。こうなったら仕方ねえ、ダンスはぶっつけ本番だ。2組のやつ、どうしたんだ？腹でも痛くなったか？本読んでダンスの練習か。できっかな。そしていよいよ舞踏会当日。到着いたしました、イクミお嬢様。うん、ありがとう。雪平はまだ到着してないか。寮まで車で迎えに行くって言ったんだけど。わざわざ来てもらうのも悪いし、会場で落ち合おうぜ。なんて言うから。まあ車の中で何を話せばいいかわからなくなりそうだったし、ちょうど良かったのかもな。にしてもこのコーデどうかな。肩と胸元が大きく開いたローブデコルテの白いドレスに、色を合わせた小さなハンドバッグ、首元にはシンプルな真珠のネックレス。久しぶりにこんなフォーマルな格好したことだし、雪平もギャフンと言うんじゃないか。あ、雪平からか。もしもし雪平、今どこだ。悪い、今起きた。ふざけんなこれ。マジで悪い、ついつい昼寝しちまってさ、今から準備して急いで行くわ。いや、店の営業時間とかならバチッと目が覚めるんだ。雪平のやつ、もう知らねえ。あんなやつ二度と私に顔見せんな、バカ。雪平の野郎。
エスコートするどころがすっぽかすなんて最低だ。こうやって一人で会場の隅っこにいるくらいなら最初からパーティーなんか来ねえってんだよ。くそ。あれ、どうしたの、お嬢ちゃん。一人連れはいないの？はい、まあ。なんだこの親父、服の仕立ては良さそうだけど着こなしに品がない。そもそもここでこんなに酔っ払うなんて、いかにも成金だな。しかしお嬢ちゃん、なかなか発育がいいね。何見てんだこの親父。胸元とかドレスの腰とか見る目が気持ち悪い。ふざけんなこら。てめえなんかに見せるために着てきたわけじゃねえんだよ。ちくしょう、一発ぶん殴ってやろうか。ほらほら、せっかくのパーティーなんだから楽しもうじゃないの、おじさんと一緒にね。酒くせえ、てめえいい加減に。なんだこのガキ、貴様俺を誰だと思って。行くぞ憎み。待て、ガクロモ、俺に盾ついてただで済むって。よし、おい待て、逃げるな。私の手を引いて走る雪平の背中、誰もいない長い廊下を二人で手をつないで駆けていく。子供の頃見た映画のヒロインとその恋人みたいに。なんかバルコニーまで来ちゃったな。別に助けてくれなくてよかったのに。何言ってんだ、助けるに決まってるだろ。いいじゃんか憎み、そのドレス。え、本物のお姫様みたいだぜ。なんだよそれ。遅刻したからってご機嫌取りしなくていいよ。ご機嫌取りじゃないけど。嘘だ、私のことヤンキーだって言ったじゃねえか。そりゃいつもの憎みの方が見慣れてっけどさ。でもどっちのお前もお前だろ。その時私の心臓から指先まであったかいものがじわっと広がった。お父様は私に女の子らしい遊びもおもちゃも何一つ許してくれなかった。でもビジネスで必要になる教養については口を出さなかったから、社交ダンスは私が女の子でいられる数少ない時間だったんだ。だから綺麗なドレスを着ておしとやかに踊ってみせれば雪平の私への見方が変わるかもって思っていたけど。なあ憎み、そろそろダンスの時間みたいだぞ、行かなくていいのか。うん、サボっちもいいのか。一応練習してきたけど。いいんだって。私お腹空いちまった。そっか、よし待ってろ、憎みの分の料理も取ってきてやるよ。雪平が楽しみにしてた料理くらい付き合ってやんねえとね。なんか不思議な気分だ、この町の夜景ってこんなに綺麗だったかな。昨日はサンキューな憎み、これタキシード。おう、雪平にあげてもよかったんだけどな。いやそうもいかねえからな。でも本当食ったことない料理も多かったし行ってよかったわ。そうか。あのよ、私もあんたと行けて。いやしかしダンスも踊ってみてもよかったかもな、何事も経験だし。せっかく田所に練習付き合ってもらったしな。は？
やっぱ一人で本読んで練習してもコツが分かんなくてさ、田所に相手を頼んだんだよ。その後田所が顔真っ赤にしてぶっ倒れたりして大変だったけどな。もしかして体調でも悪かったのかね。申し訳ないことしたな。なんじゃ、俺そろそろ帰るわ。小西さんによろしく言っといてくれ。またな。はどうだったよ。お前なんか粗相したりしなかったか。俺は肉身の化けの皮が剥がれて、いつものガサツで乱暴なとこが出やしないかって心配で心配で。で、肉身さん、え、何怒ってんだ。あ、ちょっと待て待て、マジでやめて。ナイフしまって。だからリーゼントは、リーゼントだけは。皆様、お疲れ様でした。雪平相馬役の松岡義嗣です。はい、ということでですね、今回ドラマ CD を、アニメに先駆け撮らせていただいたんですけど、いや僕も本当にアニメが始まる前にですね、ドラマ CD を撮ることができて、もう僕的にはもう大変嬉しく思います。なぜかというとですね、まずもうキャラクターがですね、もっと煮詰めて煮詰めて、料理のように煮詰めて煮詰めていって、もっと煮詰めていきたいんで、その前にこういった表に出るものとしてこうやらせていただけるっていうのは本当にありがたいことで、僕は本当感謝しております。ドラマ CD もですね、東月リゾートの帰りの話ですね、エリナと一緒にこう2人で車内の中で行った間の話になるのかな。はい、そこもこういう話があったんだというのを皆さんに、こう伝えられてるといいな。アニメですけどね、本当に楽しみにしていてくださいということが第一前提なんですけど、まあ本当にまあいつもの松岡らしく全身全霊をかけて思いっきり直撃の相馬を調理していきたいと思いますので、皆さん最高のアニメをお上がりよ。はい、亡きりえりな役の種田梨沙です。はい、ドラマ CD ということで、このアニメに先駆けて佃先生が3本書き下ろしてこうドラマ CD を作りますというお話を聞いた時に、ものすごく私も楽しみにしていたんですけれども、いざこう撮ってみると、こうエリナ編、めぐみ編、そして肉み編ということでね、3キャラ編のこう女性が出てきて、まあ、いろんな他のキャラクターも出てくるというすごく充実した内容になっていたので、こう聞いていてもやっていてもすごく楽しいドラマ CD でした。今回私はまあ、コミックスの間の話を多分書かれていると思うんですけれど、まあ、お腹を空かせたエリナという役どころだったんですが、実際にこれを撮っている時間帯がちょうどお昼時の時間帯でして、そうですね、いいタイミングでお腹が鳴ってしまったりと、本当に文字だけでもこんなにお腹が空く作品なんだなと思いながら、特にめぐみ編のところの肉汁という単語を聞いただけで私はもうよだれが出そうになってしまったんですが、ぜひね、ドラマ CD でもアニメでも皆さんのお腹が空くような、そんな素晴らしいアニメにしていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。田所めぐみ役の高橋みなみです。ありがとうございました。今回はですね、たくみくんといさみくんとこう初めてこうチームを組んでやらせていただくという話でございましたけれども、本当に今日初めてこんなに田所めぐみというこうキャラクターで話をこうさせていただいて、こうなんと言いますか、大変手に汗を握るそういう時間でございました。本編ではそこまでがっつりこうたくみくんといさみくんと密に話すことはあんまりなかったような、そんな気がしているんですけれども、今回こう
相馬くんではない匠くん、勇くんからこう勇気をもらってこう料理を作っていくということができて、なんか恵みとしてこう一歩ずつ前にどんどん進めているような、そんな気がしてとっても嬉しい収録でございました。なかなか本編にないものをこう聞くというのはワクワクしますので、皆様もこれを聞いてあんな風なシーンなのかなみたいな感じでこう想像をしていただけるとすごい嬉しいなと思います。まあ先駆けてこうドラマ CD でキャラクターたちが動き出したわけですけれども、アニメ化でもっともっと魅力的なキャラクターたちがもうたくさん出てきて、絵でお腹を空かせ、音でお腹を空かせ、そしてみんなの声でお腹を空かせて、本編も楽しんでいただけたらなと思いますので、アニメの方もぜひお楽しみにしてくださいませ。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。ドラマ CD 同行版コミックスをお買い上げいただきましてありがとうございます。水戸郁美役の石上しつかです。今回コミックスにつくドラマ CD ということで、佃先生が3本書き下ろしてくださったんですね。それの1本でまさか肉みちゃんがこんなにピックアップされるとは思っていなかったので、すごく台本をいただいた時に緊張したのと嬉しい気持ちとで、頑張らせていただきました。相馬くんとまさか、なんて言いますかね、一応職劇の相馬なので料理的な感じも含まれてはいるんですけど、こういったラブコメ要素が強めなお話になるとは思っていなかったので、やっていてすごく楽しかったです。職劇の相馬、4月からアニメ放送開始になりますが、公式サイトなどで PV を見てくださった方々には伝わってるとは思うんですけど、制作さん、スタッフさん、そしてキャストの皆さんの気合と熱量がすごいことになっております。私も原作の一ファンとしてアニメに関わらせていただけてすごく光栄です。アニメでは肉みちゃんの魅力の一つである力強さと可愛さのギャップを出せたらなと思っております。アニメも全部頑張りますので、ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。匠アルディーニ役を演じさせていただきました、花江夏樹です。今回まだ匠くんと出会って僕は間もないんですけれども、初めて、匠くんを演じる機会がこのドラマ CD ということで、若干緊張しながらもやったんですけれども、なんでしょう、原作を読んでいるよりも匠くんがドラマ CD ではちょっと優しいというか、そういう印象があったので、どうしようかなと思いながらも、小野さんの勇と一緒に息を合わせてやったんですけれども、小野さんがですね相馬に決まったぐらいからずっと僕と出会うと、にちゃんにちゃんってずっと僕にしつこく言ってくるんですよ。なのでなんかすごくなんか気持ち悪い感じで、にちゃんにちゃんってずっと言われてたんで、今日もそんな感じなのかな、ついに聞けるのかなと思ったら、なんかまともでしたね小野さんは。はい、なので僕もすごく楽しく双子としてやらせていただきました。アニメ化に向けてこれからちょっとより匠に対してちょっと理解を深めていけたらいいなというふうに思いますので、ぜひアニメの方も楽しみに待っていていただければと思いますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。あ、どうも、勇アルディーニ役おねぎです。お疲れ様です。花江夏希兄ちゃんが、僕は兄ちゃん兄ちゃんって話しかけてたの、あ、小野さんいつものやつだなって思って聞いてたっていうのがちょっとびっくりしましたね。あいつ僕なんだと思ってるのか本当にね、ちょっと気になるところですけれども、まあこのね、職劇の相馬ですね、原作の佃田優斗はですね、フットサル仲間で、本当昔ですね、いつかその優斗が原作としてアニメに、まあ作品がなるとき、じゃあ俺もその時まで頑張って声優やるよって言ってたのが、こんな形で
実現することになりまして、ものすごく嬉しく思ってます。まあですね、本当オンエアもすごい楽しみなんですけど、まずはですねこのドラマ CD を2度3度と聞いていただいて、キャラクターと作品に思いを馳せていただいて、ぜひアニメの方も楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。そんなわけでイサミアルディニ役おねゆきでした。バイバイ。皆様お疲れ様でした。荒戸久子役大西沙織です。いや、久子はですねエリナの秘書としてこう作品に出てくるんですが、このドラマ CD の中だとエリナ編のこう最後の方に登場するんですが、もう登場した時がもうマックスピークぐらいな感じで出てきまして、自分もびっくりしているんですが、まあそれほどこうエリナ様への愛が強いキャラクターなのかなと思っております。本編、アニメ本編の方ではどうなんでしょう、あの久子の見どころというかそういうところがあるのかないのかはわからないんですが、なんかかっこいい見せ場が演じられるといいなと思っております。私は料理ができないので、この作品を通してカレーぐらいは作れるようになりたいと思います。あのこのドラマ CD に出てない濃いキャラクターもね、まだまだたくさん出てくると思うので、ドラマ CD 聞きつつアニメの方も待っていただければいいなと思います。ありがとうございました。はい、ドンケンのドン小西をやらせていただきました、川田真嗣です。どうもありがとうございます。ドラマ CD 今回にくみちゃんと小西と、相馬と面白くやらせていただきました。原作の方でもちょっともうだいぶ昭和臭満載なキャラクターで、実際今回ね初めて演じたんですけども、演じていて非常に楽しかったです。ですのでアニメの方でも楽しんで、やっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんご覧になって応援してください。ありがとうございました。